9から11ヶ月頃の離乳食についてお話をしていきます。そろそろ離乳食のペースもつかめてきた頃ですね。内容は1、離乳食の進め方、2、口の発達と離乳食の形態について、3、作り方、4、目安量、5、食べる環境、6、手づかみ食べ、7、9から11ヶ月ごろに大切にしてほしいことの順でお話ししていきます。実際の離乳食の進め方ですが、2回食が定着し生活リズムも整ってきたら3回食へと進めていきます。大人と同じ食事回数になりますので、徐々に離乳食が栄養補給の中心になりますが、離乳食後の母乳やミルクは赤ちゃんが飲むだけ与えます。夜遅くならないようにしながら、大人と同じ食事時間に合わせ、一緒に食べることで楽しい食事時間にしていきましょう。お口の発達と離乳食の形態についてですが、口の片側を曲げる複雑な動きができるようになると、舌が上下左右にも動かせて、食べ物を口の奥に運ぶことができるようになります。奥の歯はまだ生えていませんが、奥の歯茎で物を潰すことができるようになります。大きさは奥の歯茎に乗るくらいが目安です。硬さの目安は指で潰せるバナナくらいの硬さです。バナナを与えましょうということではなく、あくまでも硬さの目安になります。また、前歯が生えてきたらかじり取ることができるようになります。かじり取ることで一口量を覚えていきますので、形態を少し大きめのスティック状などにしていきます。では、9から11ヶ月ごろに特に意識してあげてほしい食べ物の作り方を見ていきましょう。おかゆは少しずつ水分の量を減らしていきます。米と水の割合は1対5の5倍がゆが目安です。ご飯から作る場合はご飯1に対して、水が2から3の割合です。大体の目分量で大丈夫です。おかゆができたら、潰さずにそのままを与えます。おかゆに慣れてきたら、徐々に水分を減らし、軟飯へと進めます。軟飯は大人のご飯にお水かお湯を入れ、電子レンジで温めれば出来上がります。今後も少しずつ水分の量を少なくしていくことで、大人と同じご飯へと進めることができます。野菜はいろいろな種類の野菜を使いましょう。中でも旬の野菜は美味しい上にお値段も安く栄養満点です。特に鉄分を含む緑黄色野菜を積極的に使いましょう。では大人の食事から取り分けをしながら作っていきます。まずは大人の味噌汁を作ります。今回の具材は、人参、玉ねぎ、小松菜、じゃがいも、豆腐です。この中から小松菜を作ってみましょう。小松菜を取り出し、お湯で洗います。味を落としてから5ミリ四方に刻みます。葉物はペラペラして飲み込みにくいですので、片栗粉や米粉、コーンスターチ、とろみの素などでとろみをつけてあげると赤ちゃんがごっくんしやすくなります。人参も作ってみましょう。人参を取り出し、お湯で洗います。5ミリから8ミリ角に切ったら出来上がりです。いろいろな野菜に慣れてきたら、玉ねぎやじゃがいもなども一緒に取り出して、お湯で洗い、一度に刻んでしまえば簡単に出来上がります。大人の味噌汁を洗うだけですので、完全に味噌の味は消えませんが、大人の食事からの取り分けをすることで自然に調味料を経験していきます。
次はタンパク質の食べ物の中から魚を作っていきます。大人の煮魚から取り分けてみましょう。なるべく味のついていない中心に近い部分の身を取ります。味がついていたらお湯にくぐらせて味を落とします。それを5ミリから8ミリ台にほぐします。中までしっかり加熱してあればそのまま与えます。魚がパサつくようであればとろみをつけましょう。お肉は赤身の肉も利用できますので作ってみましょう。ひき肉はそぼろ状にすると一つ一つの塊が硬くなりますので、団子状にまとめた方が柔らかく仕上がります。1センチ台の団子状にしてもいいですが、大人用のハンバーグが薄味であれば、それを小さく切り分けても OK です。豆腐ハンバーグにするとより柔らかく出来上がります。フォローアップミルクについては、離乳食が順調に進まず、鉄分不足のリスクが高い場合や、適当な体重増加が見られない場合には、必要に応じて飲むようにしていきますが、今まで飲んでいた育児用ミルクや母乳を必ずしもフォローアップミルクに変える必要はありません。ただ、9から11ヶ月頃は、鉄分やビタミン D を含む食べ物を積極的にあげてほしい時期ですので、特に母乳の赤ちゃんは、これらをバランスよく含むフォローアップミルクを離乳食に利用することをお勧めします。出来上がった離乳食にフォローアップミルクを振り入れるだけで、料理素材として手軽に栄養補給ができます。次に、離乳食の目安量についてです。1回あたりの目安量は、おかゆであれば 90g、なんはんであれば 80g と、野菜は 30から40g、魚や肉は 15g です。3回食にしたばかりの時期は、1回に食べる量が減ることもよくありますが、徐々に3回食に慣れてきたら、栄養の主役が、授乳から離乳食に移る時期ですので、栄養のバランスも意識していきましょう。大人と同じように、主食、主菜、副菜が揃うような献立を心がけましょう。赤ちゃんが食べるのを嫌がることもあると思いますが、何度か食べないからといって、この食べ物が嫌いと決めつけてしまうのはもったいないです。まだ食べ慣れていないだけのことも多いので、日にちを置いてから再度トライしてみましょう。レバーなどの手間のかかるものや、もう一品欲しい時などは、ベビーフードを利用するなどして、栄養バランスの良い離乳食にしていきましょう。食べる環境としては、足の裏が床や足置きにつく安定した姿勢をとりましょう。やや前傾した姿勢の方が食べやすくなります。スプーンは、くぼみのある離乳食用のスプーンを使い、赤ちゃんの下唇に乗せ、上唇が閉じるのを待ちましょう。手づかみで食べたそうにしていたら、手づかみ食べの練習をしていきます。手づかみ食べは、自分で食べたいという気持ちの表れです。目で食べ物の位置や大きさ、形などを確かめ、手でつかむことによって硬さや温度を確かめながら力加減も覚えていきます。手づかみ食べをすることで手の発達が促され、スプーンなどの食具や食器が上手に使えるようになっていきます。まずは少量でいいので、赤ちゃんの手の届くところに離乳食を置いてみましょう。はじめは上手にお口に運べませんので、あちこち汚れますが、エプロンをつけたり、椅子の下に新聞紙やビニールシートを敷くなど、後片付けがしやすいように工夫して、十分に手づかみ食べをさせてあげましょう。ただ、慣れないうちはお口に詰め込みすぎてしまうことがありますので、喉に詰まらないように、必ず大人がそばで見守りましょう。手づかみ食べの時期は、食べ物を手でかき回したり、床に落としたり、
器をひっくり返したりして遊んでばかりで食べないことがあります。そんな時は食事を30分ぐらいで切り上げ、お腹のすくリズムができているかを見直してみましょう。最後に9から11ヶ月の頃に大切にしてほしいことをお伝えします。3回食に慣れてきたら、少しずつ大人と一緒に食べることで食べたいもの、好きなものが増え、食の楽しさを体験していきます。食事は楽しいのが一番です。離乳食のうちから食事は楽しいと思えるように、しっかり遊んでお腹のすくリズムを作り、赤ちゃんの食べる意欲を育んでいきましょう。それでは親子で離乳食を食べる楽しみを感じてくださいね。以上でお話を終わります。